三菱アウトランダーフェブフルモデルチェンジ社が日本発表にプラグインハイブリッドのシステムを刷新、価格、内装、EV 航続距離を解説します。日本はプラグインハイブリッド仕様10月28日。三菱自動車工業はアウトランダーフェブをフルモデルチェンジして12月16日から発売すると発表したアウトランダーは 三菱発のクロスオーバーエース UV で初代は2001年に発売された。ただし、日本ではエアトレックの社名だった。2012年に発売された3代目、日本では2代目の現行型にフェブ、プラグインハイブリッド車が2013年から追加設定され、欧州、欧州、北米、そして、 アセアンなどに順次展開し、2021年9月末の時点で、累計29万台を販売している。アウトランダーフェブは、2020年の欧州市場では、SUV タイプのフェブでは、第1位の販売台数を記録。また三菱は、2013年1月から2020年9月の販売台数では、SUV タイプのフェブにおいて、世界第1位に輝いている。 三菱調べ新型アウトランダーは今年2月に北米市場で先に発表されているがこちらはガソリン車今回発表された日本仕様はまずフェブのみの設定となっている北米ではコンパクトクラス日本ではミドルクラスに相当するアウトランダーフェブだが日本においてもこのクラスの SUV 市場はトヨタラブ4レクサス NX プジョー三千八、シトロエンシーゴ、エアクロスなどのフェブが参入している。こうしたライバルに、フェブを採用した SUV の先駆者として、アウトランダーフェブはどう立ち向かうのか。どんな新しいシステムで挑むのか。その概略を紹介していこう。e v 走行八十七キロメートルシステム刷新の中身、フェブのシステムを構成するコンポーネントは、すべてが刷新され、EV 航続距離を延長し、 EV らしい加速感を向上させている前後のモーターと駆動用バッテリーの出力を約40%高めて市街地、郊外、高速道路の合流、追い越しなどアクセルを踏み込むシーンでも極力エンジンを始動させずに EV 走行を維持し高出力なツインモーター 4WD ならではの滑らかで力強いモータードライブを実現駆動用バッテリーの送電力量は20 キロワットアワー、従来型13.8キロワットアワーと大容量化し EV 走行換算距離を83から87キロメートル WLTC モードにエアコンを使用した場合でも航続距離を確保し合わせて充電頻度の低減にも貢献する。またタンク容量も増大させて EV 走行と HV 走行を組み合わせた総合航続可能距離も 大幅に伸びているちなみに AC200V の普通充電なら約7.5時間で満充電、急速充電ならば約38分で80%をエンジンで発電、停車中すると約94分で80%のチャージができるフロントモーターのパワードライブユニットには昇圧機能を新採用し強力な駆動力を発揮しながら ジェネレーターへの発電効率も高めて、電費を低減。リアモーターは制御ユニットと一体化して、サードシート設置に必要なフロアスペースを確保。従来型のフェブ仕様にはなかった3列7人乗りを実現した。組み合わされるエンジンは、2.4リットルユニット、133PS、19.9kg、M、低回転領域での燃費向上に加え、 エグゾーストマニホールド一体シリンダーヘッドや EGR クーラーの採用により、高回転、高負荷機での燃費向上を図りながら、最高出力を高めているデザイン、サイズについて、新型アウトランダーのボディサイズは、全長4710、全幅1860、全高 1745mm、 ホイールベースは 2705mm。従来型より 15mm。長く、60mm。幅広く、35mm 高い。ホイールベースも 35mm 延長されている。すでに北米で発表され、また日本仕様もスタイリングは先行公開されている。新型だが、機能美を力強く表現したデザインをベースに、新たなコンセプト。 ゴールドストライドを掲げ、堂々とした存在感のある佇まい、新しい第一歩を踏み出す頼もしさを全身で表現している。フロントデザインは、最近の三菱車のアイデンティティであるダイナミックシールドを新世代化させ、風土を高めて厚みと存在感のあるものに、ランプ類は上下に分けて配置され、フロントのターンランプには片側21個の LED による シーケンシャルタイプを採用した M グレードを除くサイドビューはフロントからリアエンドまで厚みのある水平基調のプロポーションで表現張りのある面構成のボディにエッジの効いたキャラクターラインを彫り込んで重厚感を強調した飛行機の垂直尾翼をモチーフとした D ピラーと A、C ピラーをブラックアウトしてルーフがボディから浮いて見える衣装によって 軽快な走りをイメージさせている。リアは、パジェロなどのクロスカントリー SUV が装着していた、背面スペアタイヤをモチーフとした、ヘキサガードホライズンを採用。テールゲートは、シャープな六角形のデザインを強調。テールランプは水平基調とし、ワイドで安定感のある、リアスタイリングを表現した、フェブ社で3列7人乗り内装は、インテリアは、 見晴らしのいい視界を提供し、走行時の車体姿勢の変化をつかみやすい、水平基調のインストゥルメントパネル、ホリゾンタルアクシスを進化させて採用。フロアコンソールは、室内幅の拡大に合わせて幅広で、高級感のあるデザインとして、インストゥルメントパネルからフローティングさせている。ドアパネルには広範囲にドアトリムを配し、食感が良く質感の高いソフトパッドを採用した。 操作系には三菱タッチを具現化。ステアリングは握り心地から感じる頼もしさを直感的なメーターは見やすさから感じる安心感を与える形状にセレクターレバーやスイッチ類も操作性を向上させ高品質を感じさせるものとしている。前述のように新型アウトランダーはミドサイズ SUV のフェブとしては数少ない3列7人乗りを実現。 M グレードを除く1列目シートは2層ウレタン構造で形状を最適化しロングドライブでも疲れにくくコーナリング時のホールド性も向上した2列目はウレタンパッドの高度、形状などを最適化し高品質な乗り心地を実現3列目は薄型コンパクトながら優れた座り心地を追求している分割可等式の2列目シートは ワンアクションで降りたため、しかもラゲッジルームからリモート操作可能。一体型の3列目シートは床下にフラットに収納できるので、ラゲッジルームは使いやすさを高めている。ラゲッジの開口部床面は幅を広げて、段差をなくし、大きく重い荷物も出し入れがしやすい。トータルの加湿容量、ブダは装備によって異なるが、 三列目使用時で258から284リットル。三列目収納時は634から646リットル。2.3列目。収納時は1373から1390リットルとなる S、AWC のブレーキ制御前、後輪にアウトランダーフェブは、従来型と同様に前後輪をそれぞれ独立したモーターで駆動する。 ツインモーター 4WD を採用するが、新型ではシステムが進化した。モーターは前後独立式だから、それぞれ自由に駆動配分ができ、きめ細やかな制御が可能。プロペラシャフトなどの機械的な結合も不要だから、フリクションロスも少ない。立ち上がりから最大トルクを発揮するモーターならではの特性により、力強い加速を実現し、優れた環境性能、 走行性能を両立する。また、車両運動を制御する、スーパーオールホイールコントロール、S、AWC は、ツインモーター 4WD をベースに、ASC、アクティブスタビリティコントロール、ABS、アンチロックブレーキシステムに加え、後輪を含めて、ブレーキで左右輪を制御できる AVIC。 アクティブ用コントロールを統合した高度なシステムにパワーステアリングは電動モーターをタイヤ近くに搭載できるデュアルピニオンタイプを採用タイムラグのない応答性により長距離ドライブでの疲労を低減するサスペンションは前がマクファーソンストラット後ろがマルチリンクと形式は従来型と同じだが三菱発のアルミ製前後ナックルを採用 フロントのロアアームとリアのアッパーアームをアルミ単像とするなど、軽量化、高剛性を両立した。前後とも、ストローク量は伸び側を拡大し、フラットかつしなやかで、上質と安心感のある乗り心地としている。ブレーキは20インチホイールの新採用に合わせ、前輪は 350mm、後輪は 330mm の体型ベンチレーテッドディスクに、から、 高速道まで優れた制動性能を発揮する装備 ADS 運転支援技術では進化した高速道路の同一車線運転支援機能ミパイロットを搭載レーダークルーズコントロールレーンキープアシストを統合制御し車間距離と車線中央をキープしながら走行して運転をサポートするまたナビリンク機能により速度標識を読み取って 設定速度を自動で切り替えたり、ナビゲーションの地図情報を活用して、高速道路のカーブ、分岐などで適切な車速に自動調整することが可能。渋滞時でも停車後、約30秒以内なら自動発信できる。予防安全についても、衝突被害軽減ブレーキシステム、前方衝突予測警報、踏み間違い衝突防止アシスト、 全身後退時、五足包衝突防止支援システム、車線逸脱予防システムなど、クラストップレベルの充実ぶり。インフォテインメント系では、メーターパネルは12.3インチのフルカラー液晶ディスプレイとし、多彩なコンテンツを見やすく表示する。表示は、先進的なエンハンストモードと二眼式のクラシックモードに、切り替えが可能。9インチの大画面を採用した。 スマートフォン連携ナビゲーション、ウィンドシールド当車型の10.8インチ、ヘッドアップディスプレイも採用し、運転に必要な情報にアクセスしやすいように、工夫されている。また、万が一の時の SOS コールや、駆動用バッテリーの走行距離の確認、充電時刻の設定や充電し忘れ、通報、そして車両を駐車した位置を、スマホアプリの地図に表示させて確認ができる。 三菱コネクトも採用し、安全、安心で快適なドライブをサポートする。価格、発売日、前述のように、日本仕様のアウトランダーは、現在のところフェブのみのラインナップとなる。発売日は12月16日。また、本日より、先行注文の受付を開始し、12月の発売までに注文すると、4種類の選べるオプションプレゼントが付く特典が用意されていると、 なお、ガソリン車に関しては、日本発売の時期が未定だ。グレードと税込み車両価格は、下記の通りとなっている。M、5人乗り、462万1100円。G、5人乗り、490万4900円。G、7人乗り、499万6200円。P、7人乗り、 532万700円。アウトランダーフェブスペック。車両価格、462万1100円。532万700円。全長、全幅、全高。4710,860。1740から 1745mm。ホイールベース、2705mm。ドライブトレイン、2359cc 自家用。 前後モーター、最高出力、エンジン、133PS、5000 RPM、最大トルク、エンジン、19.9kg、M、4300RPM、最高出力、モーター、全 116PS、85kW、536PS、100kW、最大トルク、モーター、全 26.0kg、M、 59.9kgm 駆動方式 4WD 燃費 WLTC 16.2から 16.6km l e v 走行換算距離83から 87km